こんにちは、荻部式です。今日はヘイトスピーチについて考えたいと思います。ヘイトスピーチという言葉は結構メジャーになりましたよね。10年ぐらい前ですと本当に知ってる人も日本だとわずかかなという概念だったんですけれども、ネット上などで特定の人々に対する、攻撃的、差別的な発言というものが目立つようになって、でそうしたものをヘイトスピーチと呼び、一定の法律で対応していこうというような、そうした機運が高まるにつれてですね、この概念というものが定着をしてきました。ただ一方でヘイトスピーチという言葉については理解とか、あるいは使い方もまばらで、中にはあえてなのかどうかわからないんですけれども、誤解しているような向きというのもあったりするわけですね。でちょっと整理しておきたいんですけど、ヘイトスピーチというのは、ヘイトというのは憎しみですよね。でスピーチというのは発言なので、何かを憎む発言、そうしたものをヘイトスピーチだというふうに漠然とイメージしている方もいると思うんですが、ヘイトスピーチというのは一つはそれ自体が暴力的になる発言であり、また、人々の差別を煽るような発言であるということ、そしてさらに、より広いヘイトクライム、要は憎悪犯罪ですね、攻撃であるとか放火であるとか、そうしたような問題にまでつながりうるような、扇動的な言葉、そうしたものをヘイトスピーチというふうに言ってるわけですね。特定の属性、宗教とかジェンダーとか国籍とか出身とか、そうしたものに対する、攻撃的で憎しみを煽るような表現というものをヘイトスピーチというふうに言うわけです。で、このヘイトスピーチについてよくある一つの論点というのは、ヘイトスピーチは表現の自由を、犯してるんじゃないかというような議論ですね。で、これに関してはヘイトスピーチは表現の自由に一定の制約をかけるというものであることは間違いないです。だから何をヘイトスピーチの対象にするのか、あるいはヘイトスピーチを実際に規制するのかしないのか、そこには一つの丁寧な議論が必要になるんですね。でもじゃあ表現の自由を一定程度規制するから絶対やっちゃいけないことなのかというと、ここはそうでもないわけです。というのはなぜかというと、私たちの社会ではすでに表現の自由というのは一定程度制約されているんですね。例えばどこどこで、誰々に、暴力を加えますというのは、そういった犯罪予告ありますよね。放火しますとか、テロを起こしますとか、爆破しますとか、そうしたような予告的なものとかっていうものを行うと、その人たちは逮捕されたり通報されたりということになるわけですね。あるいは人々をこう侮辱をしたり、人の名誉を傷つけるようなことを言ったり、あるいは間違った情報を流すことで特定の企業に打撃を与えたり、こういったのことも罰せられることになるわけです。つまり私たちは表現の自由を持っている。でもその表現の自由というのは他者の自由を侵害しない範囲において守られているものなんですね。つまり他人の自由というのを傷つけうるような表現というのはこのようにある。その人が出かけられないような状況にする。その人の生命を脅かすような状況を作る。その人の経済活動を阻害するような状況を作る。そうしたような表現というものはさすがに制限をされている。で、ヘイトスピーチもその人が特定の民族だったり特定の性別だったりするというだけで身の危険を感じさせるような発言であるからこそ一定の制約が必要なんじゃないかという議論になっているわけですね。例えば、女性であるというだけで身の危険を感じる、自分がどこかの国の出身者であるということだけで多くの人たちから憎しみの言葉をぶつけられる、そうしたの状況ですと精神的にもストレスがかかるだけではなくて具体的な不安感というものが襲ってくる。時によっては場合によっては実際の犯罪というものにつながってしまう可能性もあるわけですね。だからこそそうした他者の自由というものを侵害しうるような表現であるヘイトスピーチというものは規制されるというような道もあるよということになるんです。もちろん今の日本ではヘイトスピーチ規制法というのはないんですね。あくまでヘイトスピーチ対策法ということで啓蒙とか相談とかそうしたようなことができるという体制は国は作っていますけれども、ヘイトスピーチ罪で捕まるということにはなっていないんです。そのあたりをどういうふうにするのかというのは一つ慎重な議論が必要なんですが、今言ったような他人の自由を脅かすようなそうした表現まではさすがに許されないよねというところまでは一つの前提にしなくてはいけないのかなと思いますね。それからもう一つは政治を批判した時とかにそれは日本へのヘイトスピーチだみたいなことを言うことがたまにあるんですよね。例えば分かりやすく言うと数年前に
ハテナ匿名ダイアリーというところにね、保育園落ちた日本死ねっていう、そうした投稿がなされた。で、この言葉遣いだけではなくて、日本死ねという言葉がヘイトスピーチじゃないかというふうに議論する人たちもいたわけです。でも、この保育園落ちた日本死ねというのは、日本人に対する憎悪や差別というものを煽るような表現ではないわけですね。あくまで、自分が保育園に行けなくなった。自分の子供を保育園に入れられなかった。で、今は、一億総活躍だとか、女性活躍だと言って、どんどん働きに出てくださいというようなことを言っているにもかかわらず、入り口でつまずいてしまった。こういった状況だと、日本の政治というのは、経済というのは先細りしてしまうので、なんならもう滅びてしまえというような、焼けっぱちで言ったような発言であるわけですよね。で、この書き込みというのの文脈的に見れば、ヘイトスピーチ、つまり日本人は劣っているとか、日本人は愚かだというような、そういったような主張ではなくて、今の政治は言ってることとやってることが違うじゃないか、このままだと滅んでしまうけれどもいいのかというのは、そうしたの問題提起の書き込みだということはわかるわけですね。つまり、この保育園を落ちた日本死ねがヘイトスピーチであるか否かというと、ヘイトスピーチではないということになるわけですよ。これがじゃあ韓国死ねとかっていうことを日本の立場から言うということになればどうなるのか、あるいは韓国の方から日本死ねっていうふうに言うとどうなるのかというと、ここは非常に問題がありますよね。例えば現在の韓国政府に対して異論がある、現在の日本政府に対して異論があるというような表現だったらわかるわけですし、そうしたような主張だったら OK なわけですけれども、しかしながら今の日本はおかしい、日本は出ていけ、日本人は出ていけというようなことを韓国サイドから言われたら、これは韓国から日本へのヘイトスピーチということになりますよね。韓国の国内で日本人に対する憎悪が煽られるようなことがあれば、それはヘイトスピーチで、実際に韓国で旅行をしていた女性が韓国人の男性によって、襲われる、暴力を受ける、その時に、日本人に対するヘイトスピーチが行われたという事案ありましたよね。あれこそがまさにヘイトスピーチであり、ヘイトクライムになるわけですよ。で、そうしたものを抑制するということと、ただ政府批判というものを、日本そのものとか韓国そのものだったというふうに一体化させないということが重要なんですね。これ結構根深い問題で、日本政府を批判すると、例えば日本を出ていけっていうような反応する人たちが中にはいるわけです。で、その場合、日本とそれから各個人というものを一体化させて語ってしまっているというような、そうしたような失敗を犯してしまうんですね。で、そういったような語りをしてしまいがちな人にとっては、日本政府を批判されることが日本人である自分すら否定されているように感じてしまうということはもしかしたらあるのかもしれない。そうしたような考え方というものを心理学の世界では集団的ナルシシズムというんですね。つまり、自分の愛とそれから国家の愛というのが一致させられていて、政府とか国家なんか批判されたり、あるいは自分の民族やそうしたものが批判されると自分自身が批判されているように感じやすいという方です。ただ、日本の政府機関という一つの機関を批判することと、日本人や日本という国を否定するということは、これはまた別の作業で、近代国家で、なおかつ民主主義の社会で、そして様々な外交問題も国家というような役割を通じてディスカッションするようなこの社会では、行政機関である政府への批判というのは相互に行うことが健全ではあるわけですよね。だからこういった政府への批判と、それから各個人への批判、それらを混ぜこぜにした上で、政府批判すらヘイトスピーチだというふうに言うことはあまり意味がないどころか、むしろ有害だと思う思うんですよ。つまり国を批判することは日本へのヘイトスピーチだっていうふうに言う人というのは、同じような仕方で政府批判することを自分も禁じなくてはいけないということになるんですね。そして同じような仕方で他国を批判するということもできなくなってしまう。なぜならその人が認定するレベルでは、その政府を批判することはその人々を批判することイコールになってしまうからです。これはさすがにこの認定だと政治的にディスカッションが成り立たないということになるので、このような定義はヘイトスピーチには採用できない。政府批判と各個人への憎悪、憎しみを向けるようなものとは分けなくてはいけないということなんですね。ヘイトスピーチという言葉がいろいろ広がることによって、議論しやすくなった面もあるんですけれども、なかなか概念が共有されてないことによって、混ぜこぜにこうされるような場面というのをしばしば見かけると。そうしたようなことをね、少しでもこう改善していくことによって、マシな、ヘイトスピーチに関する議論というものを進めていくことが必要なのかなというふうに思いますね。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。